西野です。ナダルです。さあ始まりました、よろちきチャンネル。はい、今日はですね、僕たちの裏の顔を一番知ってるであろう、マネージャーさんからいろんな話を聞いてみた。僕らのね、ことを支えてくれてるマネージャー、はい、ちょっと歴代のマネージャーにこんなことがありましたとか、こういうことが印象に残ってますっていうのをちょっと聞き出してですね、はいはい、ちょっとお互い発表していこうかなと、まず現マネージャーの桑島さん、ほんまに敏腕というか、ね、すごい行動力がある、あの女性のマネージャーなんですけども。いやいや、助かってますよ。富永さんともやっぱり、YouTube のこととかで連絡取り合う時があるんで、富永さんが桑島さんに聞いてくれたみたいです。あら、じゃあちょっと言ってもらっていいですか、桑島さんから見た僕らの印象。お願いします。どんな感じやろ。基本優しい。おお、まあね、基本優しい。本当に怒られたことが一度もなく、桑島さんがどんなにミスをしててお二人に迷惑をかけても、大丈夫ですよと、あとは飲み物を買う時とかに一生買ってくれ、一緒に買ってくれるそうです。一生は買わへんよ。一生買ったらもうすごい。まあまあ毎回買ってるか、確かに。一生みたいなことか。まあ一生やな、一緒についてくれてる。一生買っていく宣言しとくも、桑島さんの。俺らのマネージャーついてる限り一生買っていきましょう。全部すべて500ml。あ、限定。ああ、なるほどね。そういうのを一緒に買ってくれると、すごいいい感じで言ってくれてるね。まあね、そんな嬉しいこと言ってくれるんやね。はい、まあね、バレる。他はバレるな。ここは直してほしい。あら、優しいとこブロック終わり。はい、以上で。早っ、早っ。短っ。短っ。もっとポン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 出てくると思うよ。何個かまだね、用意してるのかな。なんかちょっとバレるなとか俺ちょっと言っちゃったね。恥ずかしい。裏の俺バレるとか言って。終わった。全然ないや。あ、すぐ終わったよ。はい、はい、悪いところ、悪いところ、これが怖いのよ。あるか。スケジュールを共有してるのに、そちらを確認せずに桑島さんに聞いてくる。あ、それ西野やな。いや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 、絶対嘘。いや、俺も言うけどそっちも言うやろ。これ俺だけのやつ。特に名前は書いてないです。じゃあ2人やん。俺もそうやろ。やってるかろ、そんなこと。結構やってるで。俺スケジュール見てはっきり分からへんかったところに聞いてんねんで。だからこう、これってこうですよね、書いてますみたいな書いてくるときない？ある。あるやんか。ほなあかんやん。あ、そうなん。何？怖っ。書いてます、しっかりと確認してくださいっていう強めの LINE の語尾が。あれやっぱしっかり物言うタイプやから、しっかりと確認してくださいってなったらちょっと怒られてたときあったやん。いや、変な嘘つかんでええねん。ごめん、うん、怒られてます。いや、それぐらい尻叩いてくれるぐらいの方がいいですからね。他は以上です。薄口醤油。醤油何倍にも薄めた。うわ、え、使いやすい。やっぱ忙しいから、桑島さんも。そんななんかね、必死にさ、ちょっと気使ったらめっちゃビビってるみたいになるから。やめてくれ。まあただ、桑島さんだけだとあれやから、他にも聞いてますんで、うん、これはお互い聞いてんな。聞きました。ちょっと順番に歴代のさ、はいはい、マネージャーからちょっと。え、じゃあ誰から行く？初期マネージャーから行く？小菅くんから行きましょう。小菅くんから行きますか。小菅くんはね、僕の結婚式、2017年、くらいかな、2017年に結婚したんですけど、その時の友人代表の挨拶してくれました。ああ、そうかそうか。マネージャーの小菅ですって。めっちゃしっかりし、めちゃめちゃしっかりした挨拶。懐かしいな。じゃあ僕からいきますね。はい。優しかったところ、いいとこね、マネージャーについて、初めての僕の誕生日の日に、今日誕生日なんや、うまい店連れてったるわと言っていただき、伝説のスタ丼をごちそうになりました。連れてったら。なんか誕生日やからうまい店連れてったるわって、なんか焼肉とか想像するけど、スタ丼やったんや。スタ丼うまいやろ、俺めっちゃ好きや。スタ丼うまいけどさ。じゃあ逆にナダルさんの変だなと思うところ。あんなキャラなのにナダル軍団が結果出し始めているので見る目あるんかいと思ってます。確かに
ナダル軍団で選んだその芸人が今どん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 テレビ露出、ほんまそうよな。いやレインボーに関してはもうクセスゴレギュラーみたいな、レギュラーなってるし、ゴスケも出だしたし、うん、ゴスケもな、そいつドイツもネタで定評めっちゃあるしさ、うん、で言い出したら亜生とかユリアンとかどえらいから、はい、まだあります。ナダルさんのんってなったところ、うん、相方西野さんの結婚式の友人代表の挨拶で、うん、マネージャーの僕より滑ってて本当にトークダメなんだなと思いました。一つも内容覚えてないですいやそれ人の結婚式のスピーチは覚えてるかそんなんもん。いやだからほんまになんか変な空気になってたっていうのを、うん、そうやったかな、うん、泣いてたんちゃうか多分。え奥さんとか泣いてなかった。いやいやめっちゃ笑ってたよ。笑ってたんかい。いや親族の覚えてない、うん、ああ2人とも付き合ってる時から知ってるけどな、奥さんがちょっと西野に暴力振るう時もあったけど、ちょっととんでもない発言して奥さん側の親族とんでもない顔してるからえうちの娘じゃあ、んなら西野くんに暴力振るってたんだって。じゃあ、んならよう忘れてるなってことよ、マネージャーなんでそんな内容忘れてんの。いや、暴力振るったとか別にないけど、喧嘩したっていうのなんか勘違いして暴力振るったみたいな。そうか、ないですからね、そんな、うん、あと、ある映画の撮影、うん、トリガールの時に地方に前乗りだったので、うん、夜ご飯を一緒に食べようということになりました、うん、おのおので新幹線に乗って現地で待ち合わせの予定でしたが、うん、時間になっても来なかったので連絡してみたら、全く撮影に関係ない釣り竿を電車に忘れたから取りに行ってると言われたので普通に切れそうでした。あったわ、無事撮影も終わり、ナダルさんがクランクアップした際に花束をいただき、出演者の綺麗な女優さん、かっこ土屋太鳳さんから手作りのお菓子をいただきました。それを何を思ったか、ナダルさんは魚の餌入れに収納していたとはいい思い出です。あーめちゃくちゃやな。え、ほんまこれ、うん、癖で、うわー、なんで分からん。いやそれぐらい好きよってこと。釣りとも好きやな。あー、魚の餌はランク上ない。魚の餌とも、やっぱ同じぐらい好きよって。あー、釣り好き。どうやったらこれ助かる。俺苦しいな。俺どうやったら助かんねん。まあまあそういう意見がありましたね、はい、小菅君から。なるほどね、はい、ありますか、奈々さん逆に、うん、でまず西野のいいとこ、はい、うん、まあ、コンビ両方なんですけど、二人とものことなんですけども、うんうん、担当を離れる際に、うん、金丹をご馳走していただき、はいはい、さらには財布といろいろなものをいただきました。あー買ったな、うん、一緒に買いに行ったな二人で、うん、今でもその財布を使ってます。おおマジで嬉しい、うん、伊勢丹にな、二人で買いに行ってな。あったわ。あと、はい、担当して初めての現場、うん、ネタパレ、あ終わりにネタ番組、うん、タクシーで一緒に帰ってきました、うんうん、飲みに行こうと誘っていただいたので、ぜひお願いしますと言って西野の自宅付近で飲むことになったと、うん、で、一旦家に寄っていいかと聞かれたので荷物を置きに行くのかなと思ったら、いざタクシーが家の前に着くと、めちゃめちゃなギャルが乗ってきたで、あとあと、もう結婚することになる後の奥さんなんですけども、うんうん、その時は彼女、ね、最初もうめちゃめちゃギャルやみたいな感じだったんですけども、うん、飲んでるうちにとてもいい人だということが分かり、担当を離れる時に奥様から洋服をプレゼントしてもらった、はいはいはい、うん、ほんで結婚式の乾杯の温度も奥様がどうしても僕にしてほしいとおっしゃってくれたというのも後に聞いて、意外と吉本社員人生の中でかなり世話になっている方の一人かもしれません。あーもう奥さんが小菅君のことめっちゃ気に入ってたよ。もう可愛いと、うんうん、可愛いよな、確かにこれはモテるでこの子はみたいな感じで洋服買ってあげてましたね、うん、小菅君に。いいね、うん、でまあ、んってなるとこ、んってなるとこ結構多いんですけど、あんねや、うん、まあ、一応読んでおきますね。え、さっきの結婚式、うん、結婚式の乾杯の温度を前日にオファーしてくるところ通常花に持って依頼するものだと思うが、前日にごめんなと電話があった新幹線の中で言ってはいけない言葉調べてアドリブでなんとか乗り切った。うわ、申し訳、褒めてほしいですと。いや、マジで小菅君の乾杯のやつ、うん、とんでもなく良かったやん、うん、ただほんま、今振り返ったら前日にお願いして、うん、しかも当日、うん、小菅君乾杯の温度中にパッて膝の方を見たら、うん、とんでもなく震えてたからいや、申し訳なかった。それはそうよ。いや、そのバタバタやって、なんかいろいろトラブルとかもあって、うん、申し訳ない、小菅君ありがとうね、最高の挨拶でした、うん、で、あと不満だったことは、うん、マネージャーの僕とツーショットたまにインスタに載せたりして、小菅君人気やでかっこいい言われてるでと教えてくれたので、投稿のコメント欄を見ると西野さんかわいいが多すぎてきつかったです。それを見せたかったんじゃないかなと思ってます
いや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 、でそんなわけないよ。そっち系のやつで、グッズデザインがどうしても可愛いと言われたいデザインによって言ってます。昔の単独の手鏡のデザインは正直引きました。ハムスターっぽい西野さんのデザインで、あと、うん、決して勘違いしてほしくないこと、うん、西野さんは決して可愛くもかっこよくもない。なんやねんそれ。俺が小菅君から結構書いてくれてましたよ。いやーすごい小菅君、そうなんや、めっちゃ書いてくれてんだよ、うん、まだまだねあったんですけど、うん、いやーいやさすが、今はもうランクも上がって、うん、すごい一生懸命みたいになってるからね。そうそうそう、うん、小菅君ありがとうね。次谷岡君行く、谷岡君行きましょうか。谷岡君はほんまに仕事人というかぶっ込むよな。大仕事とか取ってくるから。大仕事取ってくる、うん、釣り上げてくる大物。じゃあ僕からいきますね、はい、谷奥くん、奈々さんのうんとなったエピソード、うん、19時から21時のゴールデンの健康系の特番に呼ばれた時、うん、開始早々ヨーグルトに関するエピソードで下痢の話をして、それから MC に話を振られなくなりました。普段呼ばれにくい番組で新しい一面を見せれたらと思っていたのですが、深夜番組と同じテンションで話をして困りました。あったね、はい、不思議と思うこと、低すぎる好感度にもかかわらず数年に一度あるすごすぎる企業案件にはビビります。カレー飯、UQ、最近ではピスタチオ味のピノなど、うん、これもめちゃめちゃすごいと、うん、確かにな。誕生日や結婚祝いなど必ずプレゼントしてもらえるのだが、世間のイメージが悪すぎるのでいい人エピソードを話しにくかったです。こうはやっぱり谷岡くんらしいね。まあね、やっぱ仕事のやから。確かに、うん、まあまあ、ちゃんと奈良さんのイメージを守ってくれてたね。なるほど、なるほど、うん、はい、これが奈良さんの谷岡くんが思ってた奈良さんの裏の顔ね、うん、はい、じゃあ谷岡くんのやついきましょうか、はい、優しいところね、西野の、はい、いつも優しくて、うん、仕事の相談もすごくしやすかったです。おお、相談させてもらったということね。嬉しいね。で、何かあればご飯も結構誘ってくれましたと、うんうん、変なところ、西野のなんかうんってなるとこ、はい、単独ライブの時、西野さんがご家族の席の確保を忘れていたため、うん、西野さんの奥さんにマネージャーがすごく怒りました。谷尾くんがね、うん、その話を西野さんに伝えたらすごく笑っていました。うんとなりました。あー、なるほどね。うんとなったんや。そりゃさ、うん、西野が取り忘れてたわけ。俺が完全に親族の席を取り忘れてたわけ。谷尾くんが取り忘れたことになってね、うん、なんで笑って終わるの。えぐいぞお前。なんで忘れた、谷尾くんが笑ってたの。なんか笑ってまう時あるんかな。俺がそ、なんで笑ってたんやその時、うん、笑っちゃう時あるのよ、うん、絶対あかんけどね。谷尾くんごめん、あの時は、うん、はい、ああ見えて基本的な人間力はナダルさんの方が上でした。仕事のアンケートの返事もナダルさんの方が早い。ああ、なるほどね、そういうとこか。じゃあ続いては、はい、藤川くん。藤川くん、藤川くんはね、はい、桑島さんの前ですから、うん、結構一番キンキンまでやってくれてた、はい、そうそう、可愛らしくてな、うん、もう愛嬌の塊なんですけど、うん、YouTube チャンネルを結構ね、そう、うん、初期は初期の方を藤川くんとかもちょっとウィキペディア読んでくれたりとか、うん、ありましたけど、ナダルさんは意外と変わってるとこはあんまり感じたことはないです、うん、が、強いて言うなら一度ロケでやってたんですが蓋を舐め回すこと。ほんまに書いてるのか、そんな、うん、書いてる書いてる、俺やってんのか、蓋を舐め回す。あの、ヨーグルトとかな、うん、あのペラってめくった時のベロ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 ってベロベロっていうかめーって。あれなんなんマジで。あと、一度熊本のキャバクラ回るロケをした時に、枕営業してるのと立ち会うキャバ嬢の方々に毎度聞いていて、ナダルさん一人のロケで突っ込む人もおらず、すごく困っていた様子でしたので、何でも正直なのはいいことなのですが、状況を見てボケたりする方がいいなと思いました。ちゃんと見てくれてるやん。そんなことがあったんや。あったな、キャバ嬢の人に、もう枕営業してんのって聞いた。いや、覚えてない、もうベロベロやったから。あ、で、突っ込む人もいないからキャバ嬢が困ってた。キャバ嬢困らせてないよ、これ。なるほど。で、終わりですね。はい、ほんなら、西野の方、はい、お願いします。嬉しかったやつ、はい、コロナ前、よく自宅に呼んでいただいてタコパしていただいたり、カラオケ一緒に行っていただいたり、はいはい、担当外れてからも優しく声をかけていただいたりして優しいなと思います、うん、はいはいはい。
もうめちゃめちゃ藤川くんは家近かったよ、前の家が。だから結構誘ったりしてました ね、うん、ね、カラオケも行ったしね、うん、うん、終わりで、あー優しい部門がね、あと、あと悪いところ、悪いところ変わってるなって感じのところ、うん、西野さんが変わってるなと感じたことはあまりないです。ナダルさんも優しいです。終わり。おい藤川くん、めんどくさかったんだ。藤川くんランケットエグいのよ。だから一番最後までついてくれた、近くでついてくれてたからさ、あの、え、藤川くん眠い。眠たかった。西野さん変わってるなと感じたことあまりないです。いやそんなんやけど、ナダルさんも優しいです。藤川くんがさ、たまにさ、スケジュールをさ、ちょっと間違えたみたいだけどさ、普通さ、すいませんちょっとこれ間違っててみたいな、申し訳ないですとかやん。はぁ、あ、なんだこれ。あの、ちょっと一回めっちゃおろかったから、なんだこれ、なんかなんだこれミステリーっていうね、うん、あのロケに僕よく出てて、よく出てたんですよ。でなんかよくわからへん日にロケみたいなスケジュールだったから、うん、藤川くんにこのスケジュールのこれなんだこれって、これ なんか入ってくるこれ、うん、あの、なんなんって聞いた、うん、なんだこれ。お前が入れたんやろ。藤川くんだけのお笑いのノリを僕仕込みました、ね、いやほんまに歴代のマネージャー、うん、ありがとうございますね。もうまだまだあったんですけども、アンケート答えてくれて皆さんありがとうございました、ね、いやほんまに嬉しいですね。いや嬉しいですか、うん、あんま裏でそんなちゃんとしてるみたいなのも言わないでくれよほんま。もうエンターテイメントやねんから。いや後半あんまなかったり、優しいエピソードなかった。藤川くんにとってはゼロやったじゃん。あんまないです。ありがとうございました。